くのいちは今季リーグ戦で1勝3分け14敗の最下位。入れ替え戦は今回で3度目でした。FC 高槻とは一昨年の入れ替え戦でも対戦しており、その時は PK 戦の末敗れ、チーム初の降格という苦い経験を味わいました。しかし今回、くのいちの選手たちが意地を見せ、2年前の雪辱を果たしました。まあ、自分自身はもうほっとしますけども、まあ、まだまだなっていう試合運びで、まあ、苦しい時間帯があったんですけど、まあ、選手が非常に後半からファイトしてくれたのが良かったかなと。どうしてもホームだし、まあ、そういう緊張感もあってなかなか出足が出なかったんですけど、まあ、それはミーティングからずっと言ってて、やっぱ一歩先を今日はプレスかけていくって言ったんですけど、やっぱ出ないっていうのは、まあ、見えないそういうプレッシャーがまだ選手たちには経験不足かなっていうのはすごい感じます。ただこの1週間考えると、日曜日やって水曜日やって日曜日やって、相手よりはかなり不利な状況の中を、まあ、男子と同じようなレベルでやったっていうのはまあすごいことかなとは思います。それに関しては本当選手我慢強くこの1週間やってくれたのかなと思ってます。まあ、それと最後に今ゼロで抑えきれたっていうのは一番大きかったなと思います。フォワードの園村奈々はシーズン途中に腰を痛め、約5ヶ月間ピッチから遠ざかっていましたが、リーグ終盤に復帰しました。途中出場ということは、一番やっぱやらなきゃいけないのは点に絡むことで、最低限しなきゃいけないのは流れを変えることだと自分は思ってやってきたん で、うん、でそれで点数が取れたっていうのはすごいチームにとっても大きかったんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり監督にもずっと裏を狙っていけって言われてたんで、自分スピードが売りなんで、そこを須見選手もしっかり分かってくれてるんで、いいボールが来たんで、もうあとは押し込むだけだったんですけど、1本目ちょっと弾かれてヒヤッとしたんですけど、たまたままたボールが足に転がってきたんで、運はついてたかなと思います。チームで18試合フル出場した選手はたった3人。下部組織からの生え抜きで、昨年から背番号10番をつけているゲームメーカーの堤咲もその一人です。こっちがやっぱり一点そのビハインドがあるっていうことを、すごいやっぱ周りの人からも弱気じゃなくて強気で考えろっていうふうにすごい言われてたんで、まあ、やっぱりもう勝つっていう気持ちで行きました。正直自分は結構入れ替え戦何回もまあやってて、すごいまあプレッシャーとかね、すごいやっぱあったんですけど、結構なんか今の子は度胸座っててあんまり緊張とかしてなさそうだったんで、結構みんないい雰囲気で入れた、と思います。31人の選手たちをまとめるキャプテンの清原優子も入れ替え戦の経験は3度目です。体を張ったプレーで仲間を盛り立てました。監督が徹底しようとしたことがなかなか、まあ、浸透しきらないというか、まあ、自分たちも吸収できないまま試合が重なっていったので、負けが続いたこともありますし、L1 と L2 でやってたスピードの違いだとか、やっぱり球際の強さの違いだとか、すごくこう痛感する部分が多くて、なかなか自分たちのペースサッカーができなくて、点も取れないですし、失点をすることも多くて、まあ正直本当に苦しいっていう一言の試合が続きました。高槻の2戦でできたことは最低限のことだと監督にも言われてますし、まあここからもう一回りも二回りも大きくならないと、まあ、これから戦っていく上で、勝利っていう勝ち点3っていうことはなかなか取っていけれないと思うんですけど、まあ、そこを一つも二つもみんなで乗り越えていけれれば、まあ、強いチームにというか、戦えるチームになっていくんじゃないかなと。ただ確実に今年以上に厳しい戦いは続くだろうなと思います。もう一つは今このベースにしている走力は維持するプラス、やっぱ今度に、前に出ていくやっぱ強さ、プレスをかけれる強さと、まあ、あとはこういうホームゲームで勝てるメンタリティですね、うん、アウェイよりもやっぱこのホームで自分たちのゲームをものにするメンタリティが来季は必要かなと、うん、まあ、これぐらい相手で
回押し込まれるんじゃなくて、やっぱそこから1点目取ったら2点目3点目取れるやっぱ走りとプレスをもう1回していきたいなと思ってます。